くれたらいいなっていう感じなんですけどね。頑張ってみたいと思います。さあ着きましたよ。港出て10分ですね。10分かかってないな。5分ぐらい違います。まだ猫だけがすぐそこやもん。花火大会っていうもんで、このアングルだと最高ですね。さあ、なんか釣れるかな。まあ、多少風があるんで、行くよりは涼しそう。ねえ、うん。ああ、見つかった。見つかった。もうこそっとしようとしたのに、このジリジリジリって言うで。もう一周してください。ポイントこれ一周何にも当たらんわ。何にも当たらん。イカ釣りをしますよ。まだもうちょいやな。やっぱイージースリムですよ。イージースリムって言いますね。イージースリムやっぱり大つついてますわ。あ、そうですか。イカメタルで。うん。嫌いなんですけどね、個人的には。そういう人多いです。メタルはやっぱりイージースリムが圧倒的になんか用ついてるような。短い枝にしてイージースリム使うたらずっと探っとる。さあ、でも晩飯でも食っとこう今のうちに。忙しくなったらあかんで。忙しくなる予定やで。テンション上がるんですけど、お、なんかちっちゃい魚が寄ってきだしましたよ。さあ、そろそろ来てもいいんじゃないの。
り合ったな夏ですね。映っとるかな。乗っとるか一応。乗っとるっぽいけど小さい。いや 花火見ながら尺取ったらなんか乗ったっぽいけど違うかな。ちっちゃいね。これよう当たり取れた。よし、ちょっとね、ちょっと棚が浮いてきてそうやもんで一回メタルで探ってみます。着底して最初は当たらずにちょっと寄ってきてから真下入ってから真下入ってちょっと上げて落としての間で来てますね。ボトムボトム、当たりやったけどな。これスルメちゃんと違うんやろか。ほーらスルメや、スルメでしたね。いや当たりやったもん。なんかまあ焼きそば要因ということで
ゃんいますよ。え？そこですよ。花火も綺麗やで見たいんやけどな。なあこれ。花火見ながらイカも釣りながらは難しいな。慈愛ですよ慈愛。向こうの人はでもメタルで釣っとったでね。まあそこはそこですよ。釣り頑張ろう。